今回紹介する本は心理学者鈴木俊明さんの人生の 99% は思い込み。本書に書かれているのは支配された人生から脱却するための心理学です。いくら本を読んでもうまくいかないのは一体なぜなのか、私の人生このまま一生変わらないままなんじゃないか、そんな漠然とした不安を感じているあなたの決まりかけた人生を変えるヒントがここには書かれています。それでは早速結論から参りましょう。大野が本書から読み取った結論は、うまくいかないのは自分で書いた人生脚本のせいです。一体どういうことか、こんな順番でお話ししていこうと思います。まずは人生脚本とは何かについて、この脚本があなたの人生を決めていて、冴えない不幸に満ちた脚本を書いてしまった人はその脚本通りに人生を歩むしかなくなってしまいます。でも大丈夫、この脚本は今からでも書き直すことができる。次に人生脚本を書き直すために知っておきたい3つのポイント。1、人生脚本は幼少期に作られる。2、脚本を前に進める人生ゲーム。3、人生への構えを修正し脚本を書き直す方法について解説していきます。それでは行ってみましょう。人生脚本とは、交流分析で著名なエリック・バーンさんが提唱した心理的プログラムのこと。無意識に深層心理の中で人生の脚本を書いているという意味です。実は人間は様々な体験を通じて感じたことをもとに、心の中で自分はきっとこんな人生を送るだろうという人生の脚本を無意識に気づかぬうちに書いているというのです。人生脚本は将来は立派な大人になりなさいといった親のしつけや、〇〇くんは落ち着きがないといった周囲からの評価、学校の教育などによって主に7歳くらいまでの幼少期に作られます。人生脚本はとても強力で、脚本に合わない生き方をしていれば無意識のうちに元の人生脚本に合う生き方へと引き戻されてしまいます。人生にプラスになる脚本であればいいけれど、もし自分の人生を不幸にするものならば時間がかかってでも書き換えた方がいいですよね。では脚本を書き換えるにはどうしたらいいのか。まずはこれは脚本に過ぎないのだと冷静になるだけでも大いに効果があると著者の鈴木さんは言います。ポイント1、人生脚本は幼少期に作られる。では次に、全ては脚本通りに進んでいるということを理解するために脚本がどのように出来上がったのかを理解していきましょう。ネガティブな人生脚本は主に幼少期の禁止令とそれによって生まれる4つの構えによって生み出されます。全ては禁止令から始まります。子どもの頃、親からの禁止の言葉を受け取った時、親の愛を得なければ生きていけない、だから禁止令を自分に課さないといけないという思い込みが生まれました。それは大人になってからもなかなか消えません。代表的な禁止令は、何もするな、お前であるな、などの13個が紹介されています。この言葉をそのまま受け取った場合もあれば、違う言葉だった可能性も、親の態度や動作から子供ながらにそう感じ取って思い込んだものもあります。そしてこうした禁止令によって4つの世界の捉え方が生まれます。交流分析ではこれを構えというそうで、人生の土台にどのような構えを持っているかで大人になってからの人との関わり方は変わってきます。4つの構えとは、1、私も OK、あなたも OK、 2、私は NG、あなたは OK、 3、私は OK、あなたは NG、 4、私は NG、あなたも NG。 望ましい構えは1の私も OK、あなたも OK で、自分も他人も肯定する構え。最も問題のある構えは、自分も他人も全てを否定してしまう4の私は NG、あなたも NG でしょう。幼少期の禁止令などによって人生に対する構え、つまりこの世界をどう解釈するかが決まります。私の人生なんかいつもいいところでうまくいかないというのは、禁止令と構えによって作られた人生脚本のせいなのです。ポイント2、脚本を前に進める人生ゲーム。出来上がった脚本を前に進めるために人間はゲームに参加する。心理学では人生ゲームと呼ぶこともあるようです。人生ゲームとは、報酬を得るためにある行動を繰り返すこと。実は私たちは無意識に自分の人生を成立させるためのゲームに参加しています。お金を稼ぐために仕事で成功するとか、愛情を得るために恋愛というゲームを続けるといった人生にとって正しいゲームであれば問題はありません。
でも時にゲームは悪い方向にも作用します。人は誰しも他人から愛されたい、自分を認めてもらいたいという願いを持っています。でも例えば子どもの頃に親に厳しく育てられたとか、あまり構ってもらえなくて愛情に飢えていたとすると、大人になってからも無意識に無視されるよりはネガティブでも相手に関心を持ってほしいと感じたりするわけです。人は怒られるよりも無視される方が辛い。だから相手の関心を引くために歪んだ行動を起こしてしまう。相手の気を引くというゲームを仕掛けたりするのです。他にもポイント1で解説した自らの人生に対する構えを確認するためにゲームに参加することもあります。例えば自分自身の私は OK、あなたは NG の構えを確認する場合、相手が傷ついた表情をしたり苛立ったりするようなゲームを仕掛けます。そしてそれが確認できた時、自分の立場が強いのだと実感し満足するのです。そうやってゲームを仕掛け、自分の構えを確認するたびに自分の世界観が正しいという証明となり、人生脚本は強化されていくのです。本書では人生ゲームを大きく7つに分類し、それぞれの特徴を紹介しています。ここではゲームのタイトルだけご紹介しておきます。1、どうせ私はダメだからという自滅のゲーム。2、土下座しろの攻撃のゲーム。3、私は悪くないの責任回避のゲーム。4、俺は昨日も徹夜の競争のゲーム。5、あなたのために言ってるんだの他者支配のゲーム。6、この恨みは絶対に晴らすの復讐のゲーム。7、なんで返事くれないのの依存のゲーム。心当たりがある、もっと詳しく知りたいという方はぜひ本書を手に取って読んでみてください。はい、ここまで解説してきた通り、人は幼少期の禁止令によって人生や世界に対する基本的な構えを作り出し、自分はこういう人生を歩むだろう、歩むべきだという人生脚本を書き上げます。そしてその人生脚本を前に進めるために、また脚本をより強化するためにゲームに参加したり自ら仕掛けたりするのです。幸せになるゲームを続けている人は問題ないけれど、不幸になる脚本を持って不幸になるゲームを続けている人は、幸せになりたいと意識的に願っていても無意識に不幸の道へと突き進んでしまいます。決まりかけた人生を変え、脚本に支配された人生を変えたいと願うのであれば、思い込みを外すことが必要であるという話です。ポイント3、人生への構えを修正し脚本を書き直す方法。人生脚本を書き直すためには、自分の思い込みを認知し、ただ捨てればいい、それだけです。でもそんなこと言われても簡単に捨てられれば苦労しませんよね。本書には思い込みを捨てるための10の具体的な方法が紹介されています。ここではその中から大野の実体験からぜひお勧めしたいと感じたポジティブなストロークで構えを修正するについて詳しく見ていきたいと思います。そもそも人生の構えが修正されなければ真の思い込みからの脱却は難しいと著者の鈴木さんは言っています。理想的な人生への構えは、私も OK、 あなたも OK、 この構えさえ持てれば全て良い方向に解釈できる。構えを修正することが人生をポジティブに捉える上で大切になってくるという話です。そこで効果的なのがポジティブなストローク。人は本来愛情や承認を求めています。自滅や攻撃という人生ゲームを仕掛けてしまう人も、実は愛情や承認が欲しくて動いているだけ。ポジティブなストロークとは、人からの愛情のこもった言葉や声かけ、態度や動作のことで、ポジティブが心に溜まっている時はいいのですが、非難や無視などのネガティブなストロークが増えてくると、何とかしてポジティブなストロークを得て心のバランスを取ろうとします。でもそれがなかなかもらえないと、ネガティブなものでも無視されるよりはマシと考えて、本当は望んでいない自滅や攻撃のゲームを仕掛けてしまうんです。ストロークという言葉にはもともと撫でる、さするという意味があります。心理学ではこうした身体的な意味に加えて、褒めることや受け入れることなど、相手の存在や価値を認める心理的な刺激も含めてストロークと言っています。握手する、撫でるなどのスキンシップによるストローク、挨拶や声かけなどでその存在を認め受け入れるという言葉によるストローク、眼差しやうなずきなどで相手の存在を認める態度によるストロークなどが代表的なもの。人生への構えを修正するために、まずはポジティブなストロークを他人に与えることから始めてみることを本書ではお勧めしています。
ちょっと個人的な話ですが、大野は毎朝の散歩で小学校に向かう子どもたちとすれ違います。すれ違ったら必ず挨拶をしようと思い実行していたのですが、挨拶を返してくれなかったり無視されたりすると意外と心に負担がかかるんです。だけど本書を読んで挨拶をしなければいけないと思い込んでいたこと、今までは見返りを期待して挨拶をしていたことに気がつきました。期待通りにならないことに勝手に落ち込んでいたのです。でも実は挨拶とはただその人が目の前に存在しているということを認めて受け入れているという合図のようなもの。しなければいけないものでも見返りを期待するものでもない。本書でそれを知ってから気軽に挨拶ができるようになり、その上挨拶を返してくれる子が増えた感じがしています。この経験から気軽な挨拶はポジティブなストロークを他人に与える最も簡単な方法ではないかと大野は思いました。こうやってポジティブなストロークを与えれば返ってくることもありますが、与えているばかりで自分の中にはポジティブが溜まっていかない感じがすることもある。そんな時はポジティブなストロークを他人に求めるのもいいでしょう。褒めてほしいなら褒めてほしいと伝える。認めてほしいなら認めてほしいと伝える。そんなの恥ずかしい、みっともないと思う人は、相手が褒めたり認めたくなるように誘導してもいいんです。求めても断られたらどうしようと恐れを感じるなら、それは子どもの頃に染みついた思い込み。上手に賢く楽しくポジティブなストロークを要求する方法を考えてみることを本書ではお勧めしています。またどうしても相手からポジティブなストロークを得られないときは、自分で自分に与えるのも効果的。自分のいいところ、成功体験、肯定的なことをノートに書いて鏡の中の自分に向かって読み上げてみるのも手です。この時のポイントは、いやいや自分はそんなにすごくないなどと心の中で否定しないこと。とことん気持ちよくなりましょう。こんな感じでポジティブストロークを心に溜めていくことで、私も OK、あなたも OK の構えができてきます。そうすると人生脚本が次第にいい方向に書き換えられて、人生がうまく回り始めるはずです。はい、というわけで今回は鈴木敏明さんの人生の 99% は思い込みをまとめました。私の人生なんかいつもいいところでうまくいかないというのは、禁止令と構えによって作られた人生脚本イコール思い込みのせいです。そして思い込みがあなたをネガティブな人生ゲームに駆り立てる。人生を破滅に向かわせないために、まずは気軽な挨拶などで人とポジティブなストロークを交換し始めることをお勧めします。できる範囲で一緒に行動していきましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。このチャンネルではこれまで仕事や人間関係にもがき苦しんできた大野が、自分の内面を磨いて幸せに生きるために学んだ知識をまとめていきます。もしこの動画がためになった、一緒に人生を切り開いていこうと思っていただけましたら、チャンネル登録、いいねボタン、コメントなどなどいただけると大野は尻尾を振って喜びます。それではまた。